こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2022年の9月24日を6時間過ぎましたけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 65.36 ということで、ハードフォークの後もね、大きく曲がることもなければ下がることもないという感じですかね。67円と65円、4円は、そうですね、4円から67円なんで動いてるという感じですかね。そしてもう月末近づいてきましたので、月足で見ると、こんな感じで、下げ止まった感じはあるかなという感じですかね。陽線で終わってくれて、そして年末にかけてね、少しずつこう陽線が伸びていくといいかなという感じです。じゃあツイッター見ていきます。その前にハードフォークの進捗もはね、確かに切り替わったんですけど、対応状況ですね、コミュニティの対応状況ということで、1.3、5.3がまだ99.3%で、34.1がまだ1%残ってるということですね。で、取引所の方ですけど、トップ12については全部、レディーとなって終わってます。で、アザーエクスチェンジーズが、大体レディーということでね、準備完了ということで対応してますけど、ちょっとこのインプログレスとか、まだ結構残ってるんですね。これ、ノットスターティングということで、こちらあまり私絡んでるとこがないので、私としてはいいんですけど、ここにね、置いてる方とかは、どうなってるのかなって、ちょっと心配ですね。どこも取引一時できませんよっていうのはちょっとあったと思うんですけど、この辺がちゃんとやってくれるのかっていうのはね、ちょっと気になります。チェロさんのツイート、メディアの偏見がどのように機能するかについて興味がある人のために、ここに素晴らしいリンゴとリンゴの比較があります。同じ月に2つのブロックチェーンがアップグレードされます。どちらも重要なハードフォークです。1つは数年遅れました。もう1つはわずか3ヶ月です。どのチェーンが言及されますか？こちら、イーサリアムのマージについては、プロフ制限変わりましたよって言ってるだけで、カルダノの方はここに3ヶ月遅れたと書いてあるということですね。確かこの記事、そんなに中身、これ強調してなかったような気がするんですけど、ただ、この書き方は、もうみんなこっちの、遅れは忘れちゃってるんですよね、きっとね。と思います。日本のメディアも昨日いくつか取り上げましたけど、確かにさらっとね、文章の中では言ってましたけど、そんな強調されてなかったので、あんまり否定的ではもうやっていけないっていうふうに気づいてくれてると思うんですけどね。ゆうたさん、8月から9月公開、チャールズ・ホスキンソン動画15本の概要翻訳、要約、怒涛のビデオ翻訳、要約、加算お願いしますと。こちらですが、フォーラムに載ってますね。8月の1日、こちらからずっと上に。結構たくさんあるんですね。8月。で、9月に入って、最近は、9月の17日の AMA までですね。さらっと見るといいかなと思います。ちょっと私もね、読んでみたいと思います。WEKNT さんというですけど、からがですけど、ウォーニングと、フェイクアカウントの話がまた出てきてますね。なるべく私、どっちかというと、あまり拾わないようにしてるんですけど、今回はね、このファウンデーションの名前でいくらか値段を出しますみたいな話で、ハードフォークに乗じて、このが出てきてるということですよね。で、エーダーもだんだん注目を浴びてくると、またこういうのが増えてくると思うのでね、ちょっと気をつけたいところです。新たにね、エーダーにやっぱ新しく参入しようとすると、こういうところに迷っていってしまう可能性があるので、ちょっと気をつけたいです。あまり見せたくないけど見せちゃおうというこんな感じですね。最近、あとコーヒーさんからのね、このイーサリアムとか他のチェーンからカルダノに人が流れてくるという話をね、ちょっともらってるんですけど、今度はフォロワー25万の NFT インフルエンサーがということで、こちらね、この方が、リツイートされてますし、もう一個、海外ではアルゼンチンがどんどんカルダノに対する見方を変えてきていますねと。リツイート元ですけど、こちら、日本語、ちょっとね、私た
だから私たちはずっと体の奥底にと呼んでいた。これは私の言葉じゃないですからね。実はルナだったら、体コミュニティは謝罪に値すると思いますということで、まあ、この元が、ちょっと元がね、分かんないんですけど、はい、こちらデファイアナリストということで、まあ、ブロックチェーン全般を見ているような方ですかね。はい、クリプト&エデュケーションスレッズということで、まあ、教育ということでインフルエンサーという方でしょう。1.8万ある方なんでね、まあ、こういう方がだんだん言ってくれると、まあ、こうやって宣言してくれるのはありがたいですよね。でもね、ちょっと見方が変えましたよというふうに言ってくれるのは素晴らしいと思います。はい、そして最近この車のね、あの絵をツイッターでよく見るなと思ったんですけど、ここにカルダノって書いてあって、ここにホスキートークンね、このアイコンっていうかあるんですけど、今日なんかレースがやってるみたいですね。はい、こちらに中継も出てます。今この辺りにいるこれがそうかなというふうに思いますけどね。はい、はい、ちょっとブレちゃってますけど、ここにもう丸つけてくれてありますが、これと、はい、こんな感じで、ここにカルダノって書いてあるのかな、ちょっと見えないな。はい、あ、これ違うね、これ違うね、失礼。こっちの後ろじゃん、もう。こっちですね、こっちでした、すいません。よいしょ、ここですね。はい、じゃあ、体の見えない、ね、後ろの方に、横に書いてありますからね。はい、組長ちゃんから、去年、チャールズがワイオミング州の共和党民主党予備選挙に、体のブロックチェーンの使用を計画していると言っていたけど、多分なくなったな、あくまで計画だしね。あと新しい投票システムがうまくいけば5年後ぐらいにエチオピアやジョージア政府に売ることも可能とか言ってた。ガバナンスがどう広がるか期待ということで、そうなんですよね。私もこれ、あの手帳に、あの10月はね、もしかしたらアメリカに行けるかもしれない、行くっていうか、行けるといいなみたいなことをちょっとメモってやって、去年から楽しみにはしてたんですけど、まあ行くことはもうないですけど、入れないしね、ちょっとあそこまだコロナ厳しいんで。でただこれがねされるとすごいなというふうに思いましたけど、まあ他でもねいろいろ少しずつ広がってきたので、まあこれからかなというところですかね。はい、組長ちゃんも行こう。今後のざっくりとした目玉イベントは10月レースウォレットの進捗、11月カルダのサミット、12月チャールズのサプライズ、そうですね、多分来年になる次の大型アップデート、この間にまた何かの発表もあるかもだし、アフリカ関連やこれまでの提携等も含めると注目要素はたくさんあるということですね。まあグローバルこうですけど、日本ですとブロックチェーンエキスもありますよ。はい、こちらですね、幕張メッセで、こっちの方が大きいか。10月の26日から28日、また平日なんですけどね、はい、幕張メッセで行われます。今回、コミュニティとして出すのが3回目なんですね。はい、ということで、前回と同じ規模になる予定ですので、よろしくお願いします。はい、愛知さん、体のチェーンのセキュリティは高いよというお話です。VRF 関数 KS キーについてのお話のほか、プレニチュードルールというルールによって、正しいチェーンを見極めるルールがあるんですね。攻撃を仕掛ける隙は見当たりません。そして分散感大事ということで、まあ、愛知さんはね、本当にずっと勉強されてすごいなと思うんですけど、セキュリティ、まあ、特にあのプルーフオブステークにイーサリウムもなっちゃって、で、もうプルーフオブワークはビットコインと、まあ、その他ちょっとあるけど、ほとんどがもうプルーフオブステークか、まあ、それっぽいやつみたいになってきて、でそうするとその中での、ね、比較になっていくので、そうするとあと、まあ、アプリかセキュリティがね、まあ、アプリ その広がり具合とセキュリティのあたりが、まあ、大きなその差別化要因になってくるんじゃないかなという気がしますけどね。まあ、短期的にはまあアプリで、最終的にはまあセキュリティという感じじゃないですかね。はい、はい、カルダノは 51% 攻撃からどのように身を守るのですかということで、ちょっと長い記事なので、まあ、最初の方とまとめだけちょっと読んでいきたいなと思いますが、カルダノのプルーフオブステークは多くの点でビットコインのプルーフオブワークと非常によく似ています。ブロックチェーンがフォークするとカルダノはビットコインに似た最長のチェーンルールを適用することを知って驚くかもしれません。プルーフオブステークを作成するのに多くのエネルギーを必要としないため、カルダノプロトコルにはいくつかの追加ルールが必要です。それらのいくつかを説明し、ルールがカルダノを 51% 攻撃からどのように保護するかを示しましょう。はい、ティッカー、まあ、ようやくですかね、カルダノはビットコインのルールに似た最長のチェーンルールを使用します。プレンティチュードルールは長距離攻撃に対して使用されます。ブロックの署名に使用された秘密鍵が消去された場合、ブロックチェーンの履歴を浮気しようとすることは不可能ですと。
はい、そして、詳細がお使い付きでね、はい、説明されています。ちょっとこれ私、日曜日の自分の宿題にしようかなと今 言いながら、思いながらちょっと読んでますけど、はい、で、まとめの方ですね。これなんか絵が簡単なんでね、ちょっと読めそうな気がしますよね。はい、頑張って読みたいと思いますが、結論、100%効果的な保護メカニズムはなく、攻撃に十分なリソースが投資されれば、攻撃は成功します。分散型ネットワークが51%の、ちょっと字が小さいな。はい、攻撃は成功します。分散型ネットワークが51%の攻撃を受けやすいことは固有の特徴です。脆弱性は地方分権化に対する税金です。エネルギーと ASIC ハードウェアに十分なリソースを投資すれば、プロオブワークネットワークに長いチェーンを作成できます。プロオブステークネットワークでは、攻撃者が十分な数の秘密キーを入手した場合にのみ、同様の攻撃を犯す可能性があります。プールオペレーターは専門家であり、インターネットに接続されていないハードウェアデバイスにキーを保持する必要があることを知っています。したがって攻撃者はホットキーを取得する機会しかなく、コールドキーを取得する機会はありません。体のネットワークの分散化が進むにつれて、攻撃の可能性は大幅に減少します。明らかにキーを保持しているブロックプロデューサーが独立しているほど、攻撃はより困難になります。キーが消去された場合、長距離攻撃は本質的に不可能であり、ブルートフォース攻撃、巨大なコンピューティングパワー使用が必要となります。攻撃者は体に51%攻撃を犯す方法がもう一つあります。彼はネットワークコンセンサスで、彼に優位性を与える ADA コインの量を公開市場で購入しようとすることができます。しかし、この攻撃は経済的に非常に費用がかかり、ビットコインに対する51%攻撃のコストを超えています。この攻撃はほとんど不可能であると考えていますが、有効な攻撃ベクトルです。ビットコインネットワークにはこの概念が発明されて以来存在していたプールがあります。同じことが体のネットワークにも繰り返されます。プールオペレーターがうまくいっている場合、彼らがビジネスをやめて攻撃に参加する理由はありません。古いプールは長期的に残り、新しいプールは徐々に出現すると想定して安全です。新しい単一プールオペレーターごとに体のネットワークのセキュリティが向上しますということですね。まあ、バイナンスとか、たくさんプールやってるところね、ちょっと河川状態になるから良くないとか、あと、まあ、小さい、ね、プールにも応援してくださいとか、あと KES の更新とかね、いろいろところどころ発信してる人がいるので、まあ、そこら辺にこういう背景を知りつつ見ていただけるといいかなと思いますね。まあ、あと、今、いろんなね、他と比較するイメージでは出てきてますけど、まあ、具体的に、イーサリアム作れてどうかとかね、いうのを、これから、さっき言ったイーサリアムから来るような人たちがね、実際にまた整理して、体のファンじゃない人が、比較して、それでもやっぱり体の方がいいねという票がね、出回ってくるのを楽しみにしたいと思います。はい、では値段に戻りまして、65.19円ですね。はい、14,012.9×65.19 で元本が10万円ですので、計算しますと81万3,501円のプラスということになりまして、813.5%のプラスということになります。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。